はい2018年向け、えー、レック弁理士講座、えー、論文レベルアップゼミアンザイクラスのおガイダンスを始めますレックスエニコシベリッシュアンザですどうもこんばんは<ー>はいお疲れ様ですじゃあ早速ですがよいしょ、えー。このレベルアップゼミのチラシを使って最初は話をしていきたいと思いますじゃあまずもう早速裏に行ってですねはい。もうこれも今年5年目ぐらいのゼミで YouTube にも毎年の,あの収録のやつがね上がっててえいつのが何なのかよく分からなくなってるんですけどもえ今年は2018年向けということですねはいじゃあまずはねえ私エルゼミでも何でも言ってるんですがこの講師メッセージというところをちょっと聞いてもらいたいえ論文試験とはどういうものかっていうとね論文試験とは例えれば引き出しから目的のものをいかに素早く取り出せるかという試験ですと。 問題文を読んで必要な型を瞬時に判断し骨格となる答案構成を確実なものとした上で正確な表現で答案を作成する必要があります。したがってまずは必要な型を整理した状態で理解しておかなければならないというこ,とです、ねはい、でこれも,もう毎回言ってるんですが、えー、型っていうのがちょうど、えー、例えるとさらに例えるとさっき引き出しからって言いましたけど まあ服のようなもんで皆さんご自宅のクローゼットでも洋服ダンスでもいいんですが例えば夏服と冬服をきちんと分けておいてこっち夏服でこっち冬服ってしてえさらに上上下で分けてたりするとあの服が今必要だ取り出さなきゃいけないっていう時にパッと取り出せますよね。それがちょうううどここののっってていいとでですね問題を解く上で必要な型っていうのは もうあの本ででは考えていいる暇がないんですよね問題文を読んだ瞬間であれだなっていうのがパッとまあもっと言えば無意識に出てこなきゃいけないぐらい必要なものなんですね。それがもうさっきのクローゼットで言えば無意識にもうあそこにあの服が入っているっていうのが分かっているぐらいまで整理されてしかも引き出す訓練をしているということが大事ですね次にというところきましょう。 え次に答案においては論文試験ならではの約束ごと作法がありますと、えー、こう問われたらこう書くこれを書くときにはここまで書くといった約束ごと作法であると、はいえー、答案に書くべきことは決まっており手当たり次第に書けばよいというものではありませんと、えー、ってとこですね、はい、で約束ごと作法っていうのはまあ私のまた独特な表現なんですけども例えばですよ えっと、皆さんも特異図はやってると思うんですけれども。分割を書くときに、書いたときに。どこまで書くかって話ですよね。で、おそらく分割は最後四十四条二項の訴求項まで書いて。審査請求まで書きましょうねって話は。聞いてると思うんですよ。で、ただ問題文。のほとんどは。どういう措置が取れますかとか、取り得る措置を上げなさいっていうふうにしか書いてないんですよ。っていうことは、問題文に従って。 えどういう措置が取れるか分割できるって書けば多分それって問題文に答えてままますすすよねどういうい措置が取れますか分割できますってそれで丸ななははずなんですよ本当はだけど論文試験はそれでも丸がつかなくて分割なら分割で主体客体時期手続き効果までさっき言った分割えと訴求項っていうのは効果のとこですよね。っていうとこまで書いてやっと丸なんですよね。丸というかまあ配点が満点つくということなんですよ。 だから本当はどういうい措置が取れますかそれに従って主体的要件客体的要件時期的要件何々要件を全て挙げて説明しなさいっていうふうな題であるべきなんだけどそんなことは後手に書いてないわけですよ。しかしそういうふうに書くっていうのが論文試験。なななぜかじゃなくてももうううそういうもんなんですねでそれをこういや問題文でそんなこと書いてないんで。 あの私は分割できるだけで終わしますっていうといつまでたっても点数が伸びないわけですよ。っていうふうにまあ今のはすごく簡単な例なんだけどあ,のまあ他にもねいろいろこういう時にはこう書くだとか何だろうな,なんでこ,うこんなこと書くんですかっていうのももうこういうふうに書くんですみたいな決まりきったこうルールみたいなのがあるんですよ暗黙のルールが。それに反するといつまでたっても点数は伸びないですね。 知識はあるのに点数が伸びない受験生の多くはこの型と約束ごと作法さっき言った型っていうのはまず必要なパッと頭に思い浮かばなきゃいけないことが入っていないか仮にそれが入っていたとしてもこの約束ごと作法っていうのに従って書いてないからいいつまででっても点数が伸びないんですよはいそれどころかこれらを無視した悪い癖が身についているというのが中上級生に多いですねはいでもう一つ言いたいのはこれもいつも言ってますけども。 「えと小さなことからコツコツと」という言葉はいろんなことにまあ話で出てくるところですけどもだい,たい正しいことで出てきますよねあのもう身の回りのゴミ一つ一つと目についたら捨てましょうとかちょっとしたことからやっていくとこう世の中全体がきれいになるとか言いますけど当然それって間違った誤ったことにもその原理っていうのは適用されるわけで。 えー、小さい間違ったことをコツコツやっていくといずれとてつもなく大きなな災い災いになってしまうということとこですよねで中上級生の多くっていうのがそれがちょうどたまってしまった悪い癖が身について大きくなってしまった状態の人が多くてあの中,上中上級の人ってそのなんつうのかなうん、まあ、こういうふうに今入門生で聞いてくれてればいいんですけど。 結構自分流でやってきた人が多いんですよでそれなりに点数はつくんだけど受かるとこまでいかなくてで入門開講の時にこういう蛇腹の私絵を見せたと思うんですがちょうどこういう得意なところと不得意なところはこうごちゃ混ぜになってる状態なんですよね。そこから悪い部分だけ直して 合格トーンを作ろうっていうふうに頑張ってはいるんですけども、なかなか悪い癖って抜けないんですよ。なぜかというと、それでもうあの一年とかひょっとしたら3年5年とかその悪い癖ずっとやってきてるんでなかなか抜けないし、えっと時間のない中直そうと思ってもそんなパッと直せないんですよね。その何回何年も染み付いたもんなんで、えー、だからそれ。 気づきつつも悪いってことを是正したいと思っていながらもなかなか脱出できないという状況にあるんですね中上級生はね、うん、だから皆さんはその悪い癖がつく前に正しいことっていうのをもう一つ一つ身につけて最初から正しいことを身につけていきたいということですねでさっきあのとてつもない偏差値を出したっていう二つ上の大の方の話をしましたけど彼は 先輩方の答案を見てないんですよね。一切。あの悪い答案を見てないんですよ。なぜかというと、私が見ないでくれてたからです。悪い答案を見ると、どうしても映っちゃうんですよ。それが。あの、こう意識、どっかに記憶に残ってて。で、悪い答案は見ないで、正しい答案だけを見て。もう、それしか世界はないと思うぐらいの方がいいと思いますね。 えということで本ゼミでは悪い癖をなくして合格につながる正しい癖を定着させるというのが目的ですはい。そして、えー、ちょっともう少し話をさせてくださいまだチラシには戻らないです、えー、本講座の主眼として皆さんに頭に置いておいてほしいのは この講座ではです、ね、自分の書き方が正しいかどうかっていうのを自分で判断できる力を養ってほしいというふうに思って毎年やってます。宮口先生の答案を皆さん講座で見てると思うんですけども今の皆さんのレベルでいざ自分で書いたときにまあ先生と違う答案になるわけですよね文章とかね。まあ一から解いたら答案構成が全然違うかもしれないですよ。 でただそれを書いたときにそれが正しいかどうかって皆さん自分で判断できないと思うんですよね仮に答案構成があってたとしても先生と違う表現をしたときにこの表現でも「丸がつくのか「×」がつくのかわからないと。っていうふうなことになってしまう。でそういった判断ができない状況で皆さんあの過去問理想と現実でしたっけ理想と現実をそろそろ始めなさいって言いましたけどそれをやっていっても。 やっぱり正しいい表現ななのか分かんないわけですよ自分で書いたのでその中15年分やっていくっていうのは非常に危険だし不安だし皆さんとしてもこうすっきりしないいででで進んでいくわけですよねやっぱそれってあまり効率がまあゼロではないんだけどももうちょっと効率よく勉強していく方法がないんだろうかという話になるわけですよ。ということで今言ったように自分で書いた答案が えー、本当に正しいかどうか問題がないかっていうのを少なくとも自分で判断できるっていうその時期をできるだけ早くあの、まあ、到来させた方がいいってことですね。で皆さんあの実務やってる方意見書とか書いたこと明細書,書書いたことあると思うんですけどあの多分初心者の頃って誤字脱字に気づかないとか主語と術語は噛み合ってないとか。 もっと言うと何言ってるかわかんないとか、そういう文章って書いてしまって上司とか先輩にあの指摘されたことってあると思うんですよ。あの実務やる人必ずみんなそうなんです。私も当然そうで意見書でも明細書でも何言ってるかわかんないとか、自分はねわかってるんですよ。あの思い込みが入ってるんで。だけど他の人から見ると全然文になってないとかあの矛盾してるとかあの。 主語語と述語が噛み合ってるっててる自分は思ってんだけど他の人が読むと噛み合ってないように当然自分で全部審査とかするんだったら話別ですが当然審査官が読むので審査官が違う解釈をしたら全然ダメなわけですよね。審査官が読んでももっと言うと他の人は誰が読んでも一義的に理解できてもう言いたいことはこうなんだっていうのを分かりやすくねしかも誤解のないように伝えなきゃいけないわけですよ。ということで あのまあそういうことで皆さんが今仮にね答案を作ったところで多分他の人が読んだら何言ってるか分かんないとかね自分はこういう意味で書いたんですっつっても多分採点者は違うように解釈してバツってしたりするんですよ。で今言ったように一番怖いのは自分で気づかないんですよそれここ間違ってるここが悪いっていうのは。ててで,で見てもらうかないですいねですよ。 あのあこんなとこ間違ってんだとかこんなふうに読まれちゃうんだっていうの結構気づきますから、はい、あの多分皆さん自分で思っているよりかけてないと思いますあの真実の内容から言うとねあの甘く見て、まあ、こういうこと言いたいんだろうなって丸したりするけどあの厳しくつけると結構なところでツになっていくと思います皆さんの答案は。はい、だそういういいいのののででで続けけてききたくくないのでできるだけ早くえ自分の 文が正しいいなののかかどうかっていううを判断できるよ例え、ね、いいで,で、さらに言いたいのは、えっと、論基礎で皆さん答案を書いてもしくはまあ宮城先生が書いてくださったりしてると思うんですがこれまでも何回か言ってますけども論基礎で扱ってる問題っていうのは本詞でいうとこの「説問」とか「2」とかそのぐらいまでの量なんですよ。 だからあれで三ページとか四ページまで答案を作っちゃうと、その後ろの問題どうするんですかって話なんですよね。時間が限られててスペースも限られてるわけですよ。そうすると仮に設問一に相当するぐらいの量の問題を問答案に書くってなったら、だいたい一ページいかない零点五ページぐらいで収めなきゃいけないわけですよね。それを皆さんひょっとしたら今三ページとか 人にやってら四ページまでかかって書いてるかもしれないです。で、それは別に、あの。悪いんじゃなくて、今論基礎だから。時間があるし、勉強なんで、あえてそうやってるんですよ。あくまで勉強のために、そうやってるだけです。それをそのまま本心に適用できると思ってはいけないですよ。そうすると。今言ったように、零点五ページとか。 あのまあ3分の1ページとかねっていうふうに書くぐらいのお話もたくさん論基書にはあるんですがじゃあ短くもどうやって充実した答案を作るのかっていうのはひょっとしたら皆さん経験してないかもしれない。で私のこの講座は全部本紙だったらどう書くのかっていう視点で書きますからはいなので一応まあ問題の量も今ちょっと調整はしてますけども当然 特筆だったら1問、まあ、大問1つあたり2.5ページですかね長くても3ページですかで衣装商標あったら3.5ページから4ページで私はもう限界まで短くできるんで私が2.5ページで書いているものはおそらく皆さん若干膨らんで3ページぐらいになると思いますがそこまでも考慮して問題の難易度を調整して出しますからね。あの 一応その2.5から特実だったら2.5から3衣装だったら衣装商品だったら3.5から4ぐらいを意識して考えてみてください。はいえー、っとそうそういうことですね、はい。もう一つ言います、もう一つレベルアップゼミはもう何年かやっているんですが、はい、今年結構、余実に結果が出たので言いたいんですけれども。 あの自分流でさっき、ね、自分流でやる方多いですよって話をしたんですけど特に入門生はねあの自分流でやる人ってねあの確かにあの、まあ、いい成績取って、まあ、賢かったりですねこう自分に「俺はだあのいけるぜ」っつってこう自信を持って、えー、自分流でやっていく方がいらっしゃるんですけど、えー、やっぱそういう方って賢いのでしばらくいい成績取るんですよ。 ですがです、ね、な,んかなんか不思議なもんでというか必然なのか分かんないですけど試験直前で結構失速しやすすいんででよねで試験直前でどうしたらいいですかっていう相談を受けるんだけどそういう頃にはもうなんか私だったらこんな自分ね私ね安罪だったらこんな答案作んないんだけどなっていうんかもう凝り固まっちゃってる人が多いんですよ。でさっっき言ったあの 何約束事作法とかもそうなんだけど普通こんなこと書かねえよっていうようなこともねあの厚く書いたりしてってねあのちょっとそれで時間がなくて本心不安ですわとか言う人は多いんですがちょっとそういう傾向にあるのであのやっぱりさっき言った短くも十分な答案作るの相当難しいですからあのこういう書き方をしたら簡単に作れるんだよっていうのはやっぱお手本みたいなものがあった方がいいと思うんですよね。 なのでそれを示していきたいと思ってます、はい、ちょっと具体的にはどういうゼミにしていくかっていうのはこれチラシに戻りましょうで本講座6つの特徴って,書いてます、ね、はい、はい、1番「ト、えーレンで実力アップ」ということで、えー、論記書理もレベルの高い問題といていきますもちろん論記書理はレベルを上げます、えー、ただ そうねもちろん本詞よりは簡単です。で年明けの当連とまあいい勝負かなぐらいのレベルかな、うん、ですね。はい。ただあの年明けの当連もそんなにべらぼうに難しい問題ではないのでちょうど今の皆さんにはいいのかなと思いますね。 で論基礎で学ばなかった方も整理していきますと言ってますがこれもこの前から言ってる通り論基礎ではあのやっぱ限られた方限られた問題しかできないので知っておかなきゃいけない方いまだまだあるんですよ。それを補う形でやっていきたいなと思いますで2つ目、はい、ここから毎年の通りですね。えっと、答案はですねこれ後で出してもらいます。 普通「トーレン」っていうのは演習編でやっ,てやってると思いますがその場で解いて出してで解説聞きますよね。で次の週までに先生が採点してくれて帰ってきますよね。で終わりですよね。それやりませんなぜかっていうと皆さんどうでしょうあの今のその書いて出してで先生から帰ってきてどんぐらい復習してます あ何点だったとかあここなんかコメントされてるあそうかそうか終わりっていう人多くないですか多分。で多分戻ってきてじゃあもう一回その問題解いてって言って合格点つく人ってほとんどいないと思うんですよね。復習ちゃんとやってないからです。なので,でそれは私毎年傾向として掴んでるんであのもう後で出してもらうってことにしてます。 で最初の1時間は演習をやってもらってまず初見で解いてもらうとで出さずにそのまんま聞いてもらいます解説をで解説プラス必要な方だとかさっき言った方とかを整理してやっていきたいと思いますで方と約束と作法を講義でしっかり習得した上で今言ったその当連で解いた問題復習を考えてもう一回自宅で解いてきはもらいますもう 答え知ってますからね、一回解いてるし、答えも聞きますから。はい、なので、あの下の表を見てもらうと分かるんですけど、答案提出日っていうのはいつになってるかというと。あの次の回なんですよ。次の回までに出してくださいねっていうシステムになってます。九日に解く問題は、次、あ、一周挟むんだけど、二十三日まで書いてきてねってなります。それを私の方に添削して、三十日に返します。っていうことです。 で三番細かい添削をしますと。はい。で答案の流れ根拠上部の正語はもちろん不要な記載形式不備用語の使い方日本語表現の正までチェックと。で悪い癖って言ったさっき言ったですね。悪い癖をめの目を摘み取り正しい癖が身につくということですね。はい。あのこの二番三番合わせて言いますと、なんでこういうあのもう一度出してもらうっていうのをしてるかというと。あのエルゼミでもそうなんですけど。 一発書きの答案ここで皆さんが初見で書いていつも通りみたいに出してもらうとあのはっきり言いますけど添削しよようがなないいんですよあの名前以外総督会みたいなあの私が一生懸命添削をしてもほぼ赤になっちゃってであとなんだろうな一枚にとてつもない時間添削がかかるんですよ。で皆さんそれ戻ってきて「ああこここういうふうにコメントされた」っつってもさっき言ったように多分こう。 あそうかっって終わっちゃううと思うんですよねそうすると全然もう一度書くっていうタイミングがないので、えー、あえてこういうふうに知ってます。でエルゼインもこういうシステムを取ってから合格率がどんと上がったのであのこのやり方はいいんだろうなというふうに私は思ってます。ということですねで、まあ、3番までここまできましたね。はい、あまだあるわ。で細かい添削っていうのは何を言わんとしてるかというと今皆さんおそらく。 木曜日のととかでで答案を書書いいてても一一言一句詰まりながら書いてると思うんですよ例えば特許出願にかかる発明って我々はパッと出るんだけど特許出願にかかる発明っていう文言すら皆さんこれでいいのかなって思いながら書いてると思うんですよね。うん、でなので一言一句詰まりながら皆さん書いているはずなのでそこも私一言一句までちゃんと見て。 あの使い方が間違ってるだとか当然語気脱字もそうですけどあの安心して書いてもらうところは丸を、ね、つ,いつけてあの直してもらうところは直してもらうというところを一言一句見てて皆さんがその迷ってるとこ不安に思ってるところに付きあって、えー、きちんと見ていきたいなということですね。まあ、それを細細かかいい削とと言言っっててるるわわけけでですす そして右側いきましょう4番、えー、ホワイトボードを使いまますすと言ってます、えー、目に見える形で皆さんと一緒に答案構成論基礎で十分な理解ができなかった箇所にも焦点を当てて助けますということでこれはちょうどね皆さんのお手元にこの手書きの表裏の A4 の紙があると思うんですがこれ何かというと去年の エルゼミの第17回の答案構成です。あのこれ、L、ゼミちょっっと例に使わせてサンプに使使わわせせてててもらっているだけです、はい、で私はいつもこういうふうに左側に時系列を書いて右側に答案構成をしていくと、まあ、先生みたいに左側こう縦方向に時系列を書くと。であの私の答案構成の特徴なんですけど まあ縦一縦二とかって、まあこう宮城先生の言う通りですよね。でその中に、このポツポツポツっていう風に。箇条書きで私書いてるんですよ。で、あの箇条書きで書くと、何がいいかっていうと。大体人は箇条書きで書いてくれっていうと。無意識に要点をまとめるんですよね。箇条書きで。こう文章で、だーって何行も書く人、そうそういないと思うんですよ。 そうすると要点をやっぱまとめるんですね。で、そのまとめたところを。よってとかしかしとか、すなわちとか。なんか言葉を補ってつないでいけば、それが答案になるんですよ。うん、なので、す。まあ、あと見やすいしね。これとこれとこれが上がればオッケーみたいな見やすくなるんで。私はそういうふうに箇条書きにしてますね。はい。まあ、裏もそうですね。裏行ってもそうです。そして。 まあ答案まあ、こういったことをエルゼミはこれ渡すんですけどやはり皆さんは答案構成を手を動かしてやっていこうとこれ出来上がったもんじゃなくて何でこういうふうに出来上がるのかっていうとこから皆さんと一緒にやっていきたいのでホワイトボードを使って書いていきますこういうのエルゼミはみんな慣れてるんでこれ渡せば分かっちゃうから渡すんだけど皆さんにはあの一緒にやっていくと皆さんとは一緒にやっていくためにこれをホワイトボードに書いていきます。 持っているなんでこういう時系列になるのかとかっていうところで疑問を持つところもあると思うんですよ。そこも付きあってどうなのかっていう話をしていきますから、はい、じゃこれに戻りましょう5番目ですね。はいえー、完結回答へと復習の手引きを用意、うん、で「型と約束と作法の学習にはお手本が必要と」と「レジュメでいつでも答案に必要な内容を確認できる」。 で完結答案例と復習の手引きって何かっていうと冊子でサンプルっていうのをお渡ししてると思います。完結答案例ってて私は書いてますねと復習の手引きか。はい、で判決答案例解完結解答例どっちでもいいんだけどこれ開いてもらうと、はい、これもサンプルですけどね。 あのレイアウトを私調整していて。一行三十五時です。で縦が二十行です。なぜこうしてるかっていうと。受験生の答案。だいたい平均取ると一行三十五時ぐらいですね。で四十字だとちょっと小さいかなって感じがするし、三十字になるとでけえなって思いますね。あとそれより少なくなると余白が多いって人になりますね。 すごい左側が空いてるとか、うん、でなあそうかだから35時の20行だからちょうどこれが答案用紙の1ページなんですよでこれが2ページ目って感じですね。はい、でこれあの分かってほしいのは例えば29条でも肉の煮でも39条でもいいんですけど私の書き方で書いてくれると。 あの本誌でもちょうどかかららページでカチッと収まりまりすからあのもちろん出題者っていうのはあの答案に書かせる量っていうのも考慮して出すわけですよねそんなたくさん書かせらんないんで。でちょうど時間もそうだしスペースも大体特日だったら2.5から3ぐらいで終わるような私1行35字で書いたときにちょうど2.5から3 ページ目で終わるような文文章で私作るんですよ。いつも。だからこれに慣れてもらうと、あんまり時間とかスペースのことを考えなくても自然と2.5から3に収まりますから。はい。それを見出したんです。私はこの何年かで。はい。調整をしながら。衣装商標だとだいたい3.5から4ページで収まるようになります。私の書き方を真似してもらうと。で本当ですかって言われるかもしれないけど。 えっと、もし多い場合っていうのはあのおそらく出題者がちょっと多めに出してるっていうような場合ですね本誌ではあまりそういうのないです当連ではたまにありますけどこれ無理だろうみたいな問題はあのやっぱりちょっと超えます多くなりますけど本誌は大体収まりよく2点特自だったら2.5から3一緒割ったら3.5から4って感じですかねはいこれだと今何ページだ2.5ぐらい2.55ぐらいですかね これエルゼミの問題ですけどエルゼミレベル高いですがそれでも2.55ページぐらいで収めてるのかな、はい、分割審査請求案ってちょっと長いように見えますけどこれ当たり前のいつも書いてること書いてるだけなんで難しくないですこれ。はい、っていうのが答案か、はい、そして復習の手引きのは何かっていうと答案問題を解くために必要な知識 バックグラウンドにこういうことがなきゃいけませんよっていう話。もちろん条文の知識もそうだし、えー、例えば三ページで言えばね、拒絶理由の対応だったら、今センサあれかなイホブ偏有別シントリって今、ちょっとやりあの語呂が違うかもしれないけど、えー、こういう方が必要ですよとか補正だったらこの丸一から丸五に従って書いてくれれば自然とあの配点点数つきますから。 逆に言うとこの1から5まで他にはいりませんから1から5を書いてくれれば。はい、とかね分割だったら右のページ4ページこの上からだーっとこれを全部書いてくれれば丸つきますからってのは決まってるんです全部。はい、まあそういったものをこの「復習を手引き」ってやつでまとめていきたいなと思ってます。はいえー、っとじゃあね6番目いきますか。 で6番目はオリジナルレジェンド満載ということで受験生が大を苦手とする衣装の類似判断をそうまたもやりますあと論文用判例集のおーあスーパーリチャージの50ですね、はい、で1つ目のこの衣装の類似判断って何かっていうと表でいうとね下の表でいうと第7回と第9回にこの解放マスターとか入ってますよね解放マスターってやつはい。 これね、はい、とりあえず時系列質願形の方だけ見せますけどこれ去年のやつですけどあの、まあ、入門でもちょこっとやってると思うんですがあの全体衣装と全体衣装の時に3条3条に9条っていうのは衣装法だったら3点セットであるんだけどどういう時系列でどういうパターンの時にどうなるかっていうのを私全部まとめてるんですよ。 あの例えばねこれ今全体自転車で全体自転車だからうさんが全体を出願しておっさんがその後全体を出願してその後こうさんが広報発行され遺書、ねまあ、なんで当然ここであの登録になってるわけですけどこの時におっさん側にどういう拒絶が来るかっていうので3条と3条にと9条。 ここに全部書いてるんですよで2つ目は時系列がちょっと変わってうさんが出願をして先に広報が発行された、まあ、登録になったってことねでその後おっさんが出願をしたってなると左に3条3条に9条書いてますけど上とパターン違うんですよ考え方が。でこれ全体対全体ですよね。 次全体対部分にしてます。次全あこれさ全体対部分は枝番ついて2の1と2の2っていうのがあって考え方が違うのがあるんです。で2の2の方が難しいんですけどこっちの方が本心に出てるんですよ。とかその3になると今度全体対部品。ここまでくると超常的高値っていう言葉が出てきます。その4は今度ひっくり返って部分対全体ってやつね。 次にその「5」ってなると今度また枝番ついて部分対部分は2つ考え方があって5の2の方でえ同じ部分部分なんだけど違う考え方っていうのが出てきたりするんですよで。でととててつもななくパターンががあってこれ説明しないと毎年質問がやたら来るんですねで一度説明してもなんかごちゃごちゃになったんでもう一回お願いしますって言われるんですよ。 っていうのをもう毎年経験していたので、えー、もうこういうふうに私は冊子にしてお渡ししているんですね。おそらく宮城先生も似たようなあの一覧の表とかをあの渡していると思うんですけど、それよりももっと詳細に書いてます。で、これで解けない問題はないです。全部解けます。絶対解けますから。だって全部書いてるんですから、全部のパターンをどっかに当てはまります。 で,どこ,で,すか、ねはい、でこれが今言った理論編っていう今みたいな、ね、こういうあの3点セットをずっと図解で示してた理論編ってやつと一応演習編ってことで問題これ私が全部作ってますね。はい、と当然答案構成例ということで先ほどの手書きと同じように衣装版で私全部作ってます。 でそれがあるんだから当然解答もあるということですね解答も全部あると。はい,っていうのが時系列3点以上出願形、はい、次がえ無権限者の侵害形ということでこの侵害形の方の話これも全部その位置からですけどパターンにしてます全てパターンにしてます。はい、まああ,のありえないパターンっていうのもあるんですけどね。はい、でこれも理論編と。 問題と、えー、答案構成例とあれ回答とはいそんな感じですねじゃあ次はですねまだあるんですよはい選管衣装剣者になるとまた話は変わってきて選管衣装権者の理論編と理論編もこんな感じねはいで問題があって、えー、答案構成例があって えー、回答があると、はい、でえ「こんなにあるんですか?」っていうかもしれないんですけどやってみてわかりますよね通してみるとそんなに難しくないですよねなぜかっていうと全部法則があるんですよこれ。あのつの法則ですす一つつっっってて言いい過ぎかな、えっと、ちょっとでで三のの法則があるんですよ衣装の類判断ってでその三本柱を理解するとあと全部それの組み合わせなんで,でどういうふうに組み合わせるかっていうのを全部法則で決まってるんで。 あのそれは分かれば簡単ですね。か大丈夫ですすすか出出ます <laughs> 出ます、はい、なのでその法則っていうのはその全部これを覚えなさいっていうんじゃなくてその法則考え方原理っていうのを理解してくれるとあの自然と答え出せるようになりますから。はい、で面白くなってきますから衣装が。はい、っていうとこですかね。っていうのが衣装か。はい、でまだありますあちょっと時間が延びちゃってますね。はい えー、判例50ということで、えー、先日先生あの宮口先生が再犯道場っていうのをやったと思うんですけどあれは担当まで全部含めて下3本ままで入っていいると思いますで私のはこれ論文用なんで、えー、厳選して50にしてますでさらにあのもうこれを書けばいいっていうところまで全部ギュッと絞ってます。 多分リパーゼ事件って再犯同時はあの背景からいろいろ話をしてくださってると思うんですけどそれを分かっているだろうという前提でもう当話にはこれを書いてねっていうふうに絞ってます何があるかなプラバスタチンとかやったよね多分ねプラバプロセスとかねはいあとベバシズマブ事件とかやったよね確かね 何を書けばいいかっていうのを全部ここに書いているのであ人工乳首もありますね。はいえーえー、っていうもう論文に絞ってでどう勉強していくかっていうのもここに全部書いてますからね。と、はいうのが判例ですね。というのが判例ですね。あといろいろこれちょっとできないかもしれないんですけど自習用として、えー、この前イエローシリーズの私の講座を取ってくれた人は分かると思うんですがそれの兄弟レジュメですね。 ジュネーブ特例で条文を全部分解してたやつとマドプロ特例条文を全部分解してたやつはいうのを用意してるんでこれ触れられれば触れ,ます触れますけども触れられなくても自習用で何かで活用してもらえればいいかなと思いますのでお渡しはします。はい、あちょっと飲みましたね、はいえー、とじゃあ 質問があればこの後受けます、あと先ほどのレジュメ群は置いときますので、えー、見たい方は見てください、あと受付にもずっと置いときますので、えー、今日じゃなくても見れますから、はい、じゃあここで閉じていいですね、はいえー、と2018年向け、えー、論文レベルアップゼミガイダンスを終わります。えー、開講は9月の9日でですので、えー、ぜひごご検討くださいいありがとうございました